コーラート第一第一とは、他の平地よりも一段高くなっているところを主に指す、水が届きにくいなどの欠点も少なくはない。コロラド高原地形学においては、平坦な頂上面を持つ卓上の高地という意味合いで用いられている。テーブルトップマウンテンや南米ギアナ高地では、テプイとも言われる。一方、地質学では水平、または、わずかな傾きを持った岩盤が、 大陸の広大な地域を占めているものを指している。日本語に訳せば、コロラドプラトは、コロラド大地もしくは、コロラド高原であるし、デカンプラトは、デカン高原であって、海抜高度や周辺地域との高度差だけから見れば、産地に分類されても、おかしくない。しかし、日本の大地は主に鉱石大地と呼ばれるもので規模が、小さいため、標高は、あまり高くなく、 平野の要素として考えられることもある。地形学で大地を表す用語に、プラトーがある。比較的高度が高く面積の広い平坦な表面を、有し、側面が急に低地へ下っている地形と定義されるが、地形学では、ウィリアム・モーリス・デイビスなどの海外の学者によって提唱された、本来は、海外の地形に当てはまる用語を輸入したものが多い。 プラトウもインドのデカン高原やアメリカのアパラチア高原などを含む概念である。日本の大地とは規模が異なり、かつ日本の地形の形成要因は大陸の構造地形などとは異なるため、単純に日本の大地と同じ意味でプラトウを使うと弊害が生じる可能性がある。日本の地形を論じる際に海外の用語を採用する場合には注意を要する。 大地の成立には、二つの大きな生因が考えられる。火山で、多数の河口から流動性の高い溶岩が大量に、噴出し、分厚い溶岩大地を形成した場合、地面が大規模に隆起し、かつ、それが浸食に抵抗力のある岩盤である場合、静岡県西部の三方原鉱石大地日本の、大地は、海外で定義される大地とは大きく異なる。 鉱石大地と呼ばれるものである。その形成要因は主に以下の通りであるが、実際にはこれらの複合作用によって形成されている。他に、特殊な例として、カルスト大地がある。洗浄地起源の平坦地や、破色台といった元々が平らな一枚の面だった場所において、魔氷器から氷器に至る海面の低下に伴う、侵食基準面の相対的低下が起こると、河川や、 波浪の侵食力が大きくなる。すると、平坦地上を流れていた河川や海岸に寄せる波浪によって、平坦地や側壁の掘り込みが行われるようになる。こうして下肢断球や海星断球が形成されていくが、その際に削り残されたかつての平坦地が、削られた後である周辺の低地よりも相対的に高くなるために大地となる。大地となる。 平坦地の背後に位置する山地側に隆起運動が起こると、それに伴って引きずられるように平坦地にも隆起が起こる。その結果、平坦地が侵食基準面から相対的に高くなり、河川、波浪の侵食作用が大きくなり平坦面の掘り込みが行われる。その際に削り残された場所が周辺の低地よりも相対的に高くなるために大地となる。 有機線上地勢大地、有機海岸大地などととも呼ばれる。石灰岩地帯では、地表流による侵食が広く進まず、死河川沿いのみが、下国作用を受けるために、結果として、石灰岩地が高く残る。現地形に平坦性が存在した場合に、いわゆるカルスト大地が形成される。火山が大規模に噴火すると火砕流や、 溶岩流が流れ出し、火山起源の噴出物が火山緑や低地に厚く、堆積することがある。こうしてできた平坦地が、その後の河川侵食によって谷を刻みつつも、低地と明瞭な飛行を保ったことで大地となる。溶岩大地などとも呼ばれる。地層は、地殻変動による地層の逆転現象などがない限り、古い地層から新しい地層が、 深部から順番に重なって形成されるため、どこからどこまでをもって、大地の構成層とするかは議論する内容により、異なるが、大地を構成する層としては、基盤となる層、大地面形成層、被覆層とに分けて考えると理解しやすい。中でも、大地面形成層の土質、体積環境によって、大地の分類が可能となる。武蔵野大地を例とすると、 基盤となる層は、先進予から、後進予前期に堆積した上ズ層群、東京層まで。これは、大地面形成層を堆積させる土台となった地層である。大地面形成層は、後進予に玉川が、扇状地を形成した際に堆積させた、武蔵野歴層である。よって、武蔵野大地も、鉱積大地であり、扇状地制大地に分類される。 被覆層は関東ローム層である。主に関東地方から東に位置する大地上には火山フロント上に連なる火山から飛んできた火山灰が風化して形成された主に黄色赤褐色をした地層であるローム層が被覆層として第一面型清層の上位に堆積している。また九州地方の多くや中国地方の一部にも火山より 東側の地域に位置する大地上にローム層が堆積している。これら被覆層は大地の平らさを形成するものではなく、平らさを形成するのはあくまでも階にある大地面形成層である。よって地表面は同じ関東ローム層が堆積している複数の大地でも、その形成年代は大地面形成層を調べることにより異なっている。 ことがわかる場合がある。日本の大地は、戦場地制平坦面が元となっている場合が多く、水はけの良い土壌の特徴を生かして、畑作地や果樹園として利用されていることが多い。また平坦な土地であることから、都市近郊では都市化が進められ、工場や住宅地として開発が進められている。戦前は、平坦な土地が広く得られることから、 広大な湿地とともに、飛行場として利用された場所もある。陸軍の演習場として利用された場所も多い。また、日本の大地の特徴として可視段球となっている場合が多く、断球面を隠する崖戦下で遊水による推理が得られることがある。そのようなところでは、古くから井の作が行われてきた。また、古墳が造営されてきた。 江戸時代の神殿開発により用水路が整備されるまでは大地の行為面は近隣の村々の入会地であるマグサ城として利用されることが多かった。ありがとうございます。